ろしくお願いします。さて、なぜ僕がこんなに走り回ってるかと言いますと、僕は今度運動会というものに出るらしいんですね。そのために秘密の特訓を積んでるということなんですよ。ほら、走り回りますよ。運動会では走ってナンバーワンになるということらしいんですけども、それ以外はよく分かってません。そして今から公園に行って特訓を積みたいと思います。はよ、用意してや。待ってねんで。君らが用意すんの待ってるんだよ。はい、早く。兄貴もちんたらしないよ、もう本当に。いつもいつもそんなんしてるからデブになっちゃうんだよ。はい、早く。お嬢様早く着替えるとう。はよせな、置いていくで、ほんまに。いきまーす。まずはこれからや。基本の基本、ダッシュをしまくる。まずこれがあってのことよ。運動会はまず走り回ることから始まるらしいから、基礎の基礎からしっかりやっていきます。そしてこれ、シュー、あれシューやあれへんやな。これはどういう特訓かな。まあまあ、あれか、スピード感を養うっていう意味ではまあいいかもしらんね。自分では出せないスピードやもんね。ほな次行こう。シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポ、シュッシュポッポやれへんがな。こんな競技は運動会にないでしょ。知らん僕でもわかるよ。これは完全に今遊んでるよね。どういうこと？まあ確かに普段公園ではこういうの取り合いになってなかなか遊ばれへんけども、今日は誰も行けないから乗りたい放題やけども、これ乗ってたら確かに楽しいんやけれども、今日はそういうために来たんちゃうから。あら、お嬢さん、え、すごっ、なんじゃそりゃ、なんでそんなことできんの。いやいや、いやすごいけれども、あの、僕の話聞いてる？僕の特訓に来たんちゃいますの。おわわ、ガンガン回るやん。もうそもそも僕映ってへんのちゃう？なんやのそれは。それはどういう遊具なのよ。ぐぐぐぐぐ、なんじゃそりゃ、意味わからんわ。ちゃんと遊具の説明書も置いといてくれなあかんよ。これは公園側には問題がある。それとね、ちょっと、お嬢さん危ないよ、そんなとこ登ったら。何すんの？ブラーン。いや、すごいけども。ははーん、あれやな。お嬢さん、忘れとんな、僕のこと。公園来たらテンション上がって僕のこと忘れる癖あるね、お嬢さんは。まあまあ、それはしゃあないとしよう。今日は走り回っただけやけども、あとは家帰って家の中を走るという、もう自主トレでなんとかするしかないね。あれ、なんか僕に巻いてる、これ。これ何？おむつ？すごい動きにくいんですけど、やめてほしいな。今から自主トレすんのにこんなんつけてたら動かれへんで。え、運動会はこれつけてないと出られへんの？いや、ちょっと待ってよ。僕トイレでおしっこもちゃんとできるよ。こんなんつけてたら最高のパフォーマンス出せないじゃないの。動きにくいって、ほら気になってしゃあないもん。動きにくくてパフォーマンス出されへんかったら運動会も本末転倒やろ。どういうルールなんこれ。ちょっと見直した方がええよ。まあみんな同じルールでやるんやったら文句言うててもしゃあないわ。決められたルールの中でしっかり頑張ります。ほんなら今日はここまで。みんなどうもありがとう。もう自力でなんとかするしかないな。もう、触らんといて。